先月28日、日本戦韓国関連動画を、全世界、主要600カ所の報道機関に配布した。韓国広報専門家、ソギョンドク、ソンシン女子大教授が、第95周年3点1節を迎えて、旭日旗全世界撲滅キャンペーンを始めると、1日宣伝した。今回のキャンペーンは、全世界に、毒キノコのように広がった、旭日旗デザインの情報提供を受けて、その商品制作会社に、旭日旗の由来、および歴史に関する資料と、今回制作した英語動画を一緒に送って、その後使用できないようにするプロジェクトだ。旭日旗撲滅キャンペーンのニュースに、ネチズンは、本当になくそう。日本はちょっと、魂を見せなければならない。私も参加しますね。と多様な反応を見せた。